はようございます。昨日利他の問題について、その話の中で盤慶禅師の話をいたしました。盤慶禅師のお慈悲の深さでございます。盤慶禅師はこういう例え話をされていました。昨日引用したところでありますが、山道を歩いていて水がなくなって喉が渇いて困っていた時、ある一人の人が苦労して谷底まで降りていって水を汲んできたと。そしてその水をみんなに飲ませてあげたんだと。そうすると苦労して水を汲んできた者も、何の苦労もなしに飲ませてもらった者も、同じように渇きは止むのだというのでこうあります。盤慶禅師はご自身は眼の開いた指導者に出会えなかったので、骨折って修行して、苦労して修行して、ようやく不生の仏心に気がついたけれども、皆には難行苦行することなしにこの仏心を話して聞かせて心の安楽を得させると、これは尊いことではないかと、とうとうこう説かれたのでありました。人は往々にして自分が苦労すると他人にも同じ苦労をさせようとしたりします。しかし盤慶禅師はそうではありませんでした。苦労をするのは自分だけで十分だと、みんなには話して聞かせてあげればよいとこうされたのでありました。こういう話です。他にもこの盤慶禅師のお慈悲の深さを物語る話が伝わっております。今でも座禅するときに居眠りしている者がいると、あるいは精神を集中できない者がいたり、あるいは一生懸命に座っているお坊さんをさらに一段と精神的に飛躍させようとして、軽索という棒で肩を打つことがあります。座禅といえば一般の方でもこの軽索で打つ姿を思い浮かべるようであります。それほどまでに今や座禅の定番というほどまでに馴染んでおります。お互いにこれは打つことと打たれることを了承して行っているので問題にはならないのであります。しかし盤慶禅師はこれをなさいませんでした。盤慶禅師のお寺である時、座禅中に居眠りをするお坊さんがいて、それを叩いたお坊さんがいました。今で言えばこれは当然のことで、何にも特別なことではありません。ところがなんとこの盤慶禅師は眠っていた方のお坊さんを叱ったのではなくして、眠っていたいてはいけないと言ったのではなくして、この叩いた方のお坊さんを叱ったのでありました。眠れば仏心で眠り、覚めたら仏心で覚めるだけのことで、眠ってしまうと仏心が別のものになると思うのは間違いだというのであります。眠るということもこれも仏心の働きなのであります。叩いて何かにしようというのが造作なこと、余計なことだというのであります。今日の禅の道場から見れば極めて異例のようですが、この頃はこういうことに対してもいろんなことがこの分かってきております。この軽索というもの、そもそも禅の歴史ではそれほど古くからあるものではないということであります。江戸時代にこの大箔の教えが日本に入ってきて、その時一緒に入ってきたということが明らかになってきております。ですから盤慶禅師が説かれたことは特別に変わったことではなかったのです。もともと軽索で打つというようなことはなかったのに、大箔の教えが入ってきて、そのように眠った僧を棒で叩くということはないんだと、本来のあり方を示したとも言えましょう。この大箔の教えが日本に入ってくるのは盤慶禅師が活躍された頃なのでありました。また盤慶禅師は今の臨済宗の修行で大切にしている公案という、これは禅問答で用いる中国の祖師の言葉、主に漢文の言葉であります。それには精神を集中して修行するというのが今の私たちの修行なのであります。
この考案の工夫も否定をされました。私などは修行時代には一足の考案、一つの考案をまるで鋭い刀のようにこれを引っ提げて、それで心の中に湧いてくる雑念や妄想を叩き切るような気迫で座れと教えられてこうきました。盤経禅師はそんな考案を否定されて、しかしながらこの毎日12種の座禅をさせていたといいます。考案も何も用いずに1日12種座るというのは大変なことだと思います。1種が40分ほどとすれば12種でおよそ8時間ほどになります。今も修行道場では大絶身という時になればそれ以上の時間を座るのでありますが、容易なことではありません。私やなども長年禅道で過ごしてきましたが、この考案という課題を与えられるからこそ、なんとかこの考案の権威を老師のところに持って行ってそれを認めてもらおうと、それでこの励むことができたものでこうございます。何もない中ただ座るということはよほどの根気がないと無理なようにこう思います。また盤経禅師はある書簡の中にも、念雑念が起きても起こる念があろうと起こるままに、またやむままにしておけば自然と本心にかなうとこう言うんであります。何もこの雑念を消そうという必要はないと。念は見たり聞いたりする縁によって起こるもので、実体のあるものではないとこう説かれております。これも実にその通りなのでありますが、実際にこの通りやっているとただ雑念にまみれて、本念に追いかけられて、座布団の上で虚しく雑念ばかりを追いて時を過ごしてしまうということにもなりかねないのではないかと思います。盤経禅師のこの慈悲の深さというものが弟子たちに果たして本当に伝わったのでありましょうか。盤経禅師の教えを継承する弟子たちが早くに亡くなってしまったということは考えさせられることであります。誰かが苦労して水を汲んでくれば他のものは苦労せずともその水を飲めば渇きは止むのだと、もっともなことであります。しかしやはり時にはあえて先人の谷底へ自ら水を汲みに行かさせるような、そんな意地の悪さも弟子の指導には必要だったのではないかという思いもします。何の苦労もしなくて畳の上で聞いていればいいと説かれた盤経禅師のこのお慈悲の深いことはもっともですが、私は少々深きに過ぎたのではないかとも思います。ただ不肖の仏心のままでいればよいと言われても取り付く島もなかったという一面もあったのではないかと察します。そこでやはり修行するには苦労も必要であるし、いろんな方法も必要なのだと論じたのが白隠禅師でありました。あえて考案というものを工夫させる、しかも考案に改定を設けて段階を設けて修行させるということを取り入れました。これなどは盤経禅師に言わせれば造作なこと、余計なことなのでしょうが、この造作なことがまだ初心の修行者には必要だったのではないかと思います。あえて意地の悪いことをするのも慈悲の一つかとこう思います。そこで白隠禅師は意地の悪さを毒と表現されました。あえて毒を食らわせることによって自己本来の力を発揮させようとこうしたのであります。白隠禅師が毒語心経や軽装毒髄などという大の書物を表されたのもこの毒でありましょう。盤経禅師のお慈悲にこの白隠禅師の毒が加わって今日まで臨済の教えが伝わってきております。もっともこれはあまりに毒が強すぎても問題になってしまいます。
まあ難しいところでこうございます。ともあれ、今朝も姿勢と呼吸を整えましょう。両足で足の裏でしっかりと床を踏みしめまして、足に力を入れて立ち上がる気持ちでお尻を5センチ10センチ持ち上げてストンと下ろします。息を吸いながら肩を持ち上げます。息を吸って肩を持ち上げて持ち上げて持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろす。もう一度息を吸いながら吸いながら吸いながら肩を持ち上げて持ち上げて持ち上げていって、吐くと同時にストーンと下ろします。最初一息、口から強く息を吐き出します。お腹に溜まっている空気や胸に抱えている思いや煩い事も全部吐き出すつもりで、と吐き出して口を閉じます。すると鼻から新鮮な空気がいっぱいにこう入ってきます。体の隅々まで空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと思わず微笑みがこぼれてまいります。そして口を閉じたまま鼻から息が出たり入ったりする様子を見つめて座りましょう。ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。